を確保して進めるようになったら、クロールの導入として呼吸を楽に確保して泳ぐバッククロールの練習をしてみましょう。ここからは泳ぐことの第一歩として練習していきましょう。日常の生活ではほぼない浮く動作は最初とても不安の要素となります。体がリラックスするまでは補助をしてあげることが必要です。この DVD では溺れない技術を習得し、泳ぐことの楽しさを教えるレッスン方法が収録されています。楽しくプールや海でお子様と一緒に遊んでください。